はい、こんばんは、どんチャンネルです。7月の16日になってしまいました。14日に見た映画の感想をいきます。タイトルは、バチカンのエクソシスト。現代、The Pope, Pope's Exorcist, Exorcist. は、2023年制作のアメリカ合衆国のホラー映画。カトリック教会の総本山、バチカンのローマ教皇に仕え、生涯で数万回の悪魔払いを行った実在の神父、エクソシスト、カブリエーレ、アモント神父が人間に取り憑いた邪悪な悪魔との壮絶な戦いを記した回想録、エクソシストは語るの映画化。主演のラッセル・クロウは本作がホラー映画初主演。僕、ラッセル・クロウさんは覚えてたのが、煽られっていう、なんかなんていうの。まあ、煽り運転の映画、に、加害者役でね、出てましたね。邦題が煽られなんだけど、現代はアンヘンジ、ヒンジを外す、まあ、タガが外れるっていう意味かな。僕ね、あの映画もね、すごい好きでね、だから、ラッセル・クロウさんが、もう、プッツン来て、煽りまくるっていう映画だったんですよね。ちょうど煽り運転がね、話題になって、ちょっとしたところで、なかなかタイムリーな映画でもありました。はい、でね、もうちょっと詳しい、あらすじがあるんで、1987年7月、サン・セバスチャン修道院。アモルト神父はローマ教皇から直接依頼を受け、憑依されたある少年の悪魔払い、エクソシズムに向かう。変わり果てた姿で絶対に知り得ないアモルト自身の過去を話す少年を見て、これは病気ではなく悪魔の仕業だと確信。若き相棒のトーマス神父と共に本格的な調査に乗り出したアモルトは、ある古い記録にたどり着く。中世ヨーロッパでカトリック教会が異端者の摘発と処罰のために行っていた宗教裁判。その修道院の地下に眠る邪悪な魂。すべてが一つにつながったとき、バチカンの命運を握る、凄惨なエクソシズムが始まる。今年還暦の僕たち世代は、中学校の時にね、まあ、いわゆるオリジナルのエクソシストを見ているんですね。当時大ブームになりましたもんね。映画館の上にさ、もうでっかいこう看板がかかっていたのをね、僕は未だに覚えてますよ。なんだっけ。悪魔に乗り移られる女の子でしたよね。ミーガンでしたっけ？レーガンでしたっけ？なんかそんな名前でしたよね。でね、おおむね、オリジナルのエクソシストを踏襲するストーリーなんだけど、まあ、あらすじにも載っている通りね、ちょっといろんなこう壮大な、歴史物語と合体させたり、まあ、ちょっと描写が結構緻密なんですね。僕見ていて感心しましたもん。一緒に見たジブリ映画とはもう全然違うなと。やっぱり脚本がちゃんとして、こう、観客のハートをぐっとわしづかみにしないと、まあ、実際、睡魔は全然襲ってきませんでしたもんね。そうね。やっぱり、僕、英語学習者なんで、英語が、ラテン語で話すようなシーンもあって、そこでは英語字幕がつくんですよ。それで英語字幕を見ながら、ああ、なるほどね、と思って、いい勉強ができたなと思うんだけど、やっぱり、
まあこういうのってこうキリスト教文化圏、キリスト教のお話を土台にしてる話で、まあ今の時代みたいにマスメディアもない、ね、SNS もない文化の中で生活する人たちにとっては、西洋の人たちにとってはキリスト教文化というのが共通の認識で、神に仕える我らで、ね、見守りたまえとかいう感じじゃないですか。で、その宗教活動を邪魔するものは悪魔っていうふうな定義でしょ？だからまあヨーロッパ、アメリカの映画を見るにしたって、マインドセットがどの辺のことなのかっていうのがよく分かってないと、意味を取り違えることもあるからですね。なんかすごい見ていてね、僕はもうなんかカルト宗教みたいな宗教は嫌いなんだけど、文化として定着している宗教観とかいうのは勉強しないと、特に英語学習者の僕たちっていうのは、まあある意味キリスト教文化圏言語を勉強しているとも言えるんで、ああ、なるほど。キリスト教ベースに共通認識を持っている人たちの思考パターンとか行動パターンっていうのはこういうもんなんだなっていうのをね、なんかこの映画を見ながらね、僕は考えてたんですよね。ただ、日本はまあ仏教国じゃないですか。で、仏教の言葉から出ている言葉で、僕たちが日常に使っている言葉もいろいろありますよね。それこそ成仏するとか、引導を渡すとか、あと、なんだ、魔が差すとか、すべてこれ仏教用語ですもんね。織田信長は俺様は第六天の魔王だって自称したそうだけど、第六天の魔王っていうのは、仏教概念の中で言えばあくまで、織田信長は俺は悪魔だって、その仏と修行しているやつらが恐れおののく悪魔なんだぞみたいなことを言って、まあ比叡山燃やす時にそう言ったかなんか知らないけど、歴然とこう宗教的な考えとかが生活のベースにあるんだなっていうのをね、改めて思ったんですよね。だからこういうのがまたなんか英語字幕付きのコンテンツになったら、またゆっくり視聴したいなって思ったんですよね。なかなかこう、英語表現を勉強するのにね、ああ、こういう作品はいいなって思いました。ちょっと特殊なね、宮崎アニメを見た後に見たんですけど、この作品は別に、単体の映画としてちゃんと成立していて、なんていうの？なんか、監督の思いつきで作ったかのようなジブリ作品とは違って、ちゃんと企画があって、ね、緻密な計算の上に成り立ってる映画だなっていうのが分かって、ああ、なかなかラッセル・クロウさんいい映画に出演しんしゃったな、みたいな感じで見ました。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。